スターシード、アスニアトリガー。数え切れないほどの演算の末にたどり着いた、たった一つの未来。その希望の種を私たちに見せてください。ついに始まったみたいね。レッドシフトが計算した終末の未来、その結果を変えられるのはあなたしかいない。どうか私たちの希望を、アスニアプロジェクトを完成してほしい。大丈夫ですか？アーキテクト様。アーキテクト様。最優先警護対象を発見。直ちに任務行動に移ります。のんびりお話をしている暇はなさそうですね。すぐにここを去った方が良さそうです。ちょっと失礼します。ご無事そうで何を。あ、これ私は。人間様のお名前は。はい、確認。ええ。お二人ともぶマナ様。そう。私はマナ。セブンテーマズの結レッドシフト。ふん、スタートね。戦闘に入ります。この一発で終わらせるね。超精密射撃。最適の戦術とはこれです。前弾発射。ダイナミックカーボンに秘められた無限の可能性をお見せします。私の力で未来を切り開きます。それでもクファイヤー。あらら、こ
この一発で終わらせるね。超精密射撃、見逃さないよ。大丈夫ですか？負傷部位は確認。外皮の損傷率、さっきのレッドシフトが多い。質問の意図が警護対象。人間様の肉、それが私たち。そう。そうです。はい。そうですが、レッドシフト。お二人ともご無事だったんです。よかった。任務の進行にはももちろん大丈夫。アイレン様。その通りです。パワー今は地上一緒に墜落。アーキテクト様。アーキテクト様、ち、え、待ち、おら、こんな感情的になる。早く出発しましょう。わかりました。オーロラの、ええ、準備完了し、オーロラが助けてあげる。見事な配置です。そうです、うん。ダイナミックカーボン。オーロラ、この一発で終わらせるね。超精密射撃。ダイナミックカーボンに秘められた無限の可能性をお見せします。超精霊。最適の戦術とはこれです。前段発射。はっ、もう少し強く。この勝利、アーキテクト様のものです。それにしても多す。みんな、今お二人とも落ち。アーキテクト様。ダメです。もうケチ。準備ができたら、はい、アスニアを引き、私たちマリルライ。そうです。アーキテクト様、はい、当たってちょうだい。ダイナミックカーボン。百発百中よ。調整です。ボロボロにしてやりますよ。ダイナミックカーボン再チャージ。オーロラ、頑張りました。頭、はあ、
れますね。ええ、そう。急速アーキテクト様が危険にさらされる可能性があるので引き続き進みましょう。アイレンさんは普段寝ていらっしゃいますか？プロキシアン、アーキテクト様のご命令とあらば。バーンズ、待ってください。休憩は。私の力で未来を切り開きます。前段発射。ちょっと痛いですよ。アーキテクト様の意志とシンクロした私に簡単に勝てると思わないことです。お役に立てず申し訳。作戦オーロラ様、よくわかりません。プロキシアンの生体機能を強化するという話。アーキテクト様、スターシード、それは、はあ、アーキテクト様、でも傷は、あらら。どうしましょう。警護対象にこんなことされるとどうすればいいのかわからなくなります。そうなんですか。私はただ人間として、そういうわけで。そうですか。アーキテクトさん。いえ、では出発しましょう。はい。アーキテクト様、ボロボロにしてやります。私の力で未来を切り開きます。姿勢を崩しますよ。ちょっと痛いですよ。私の力で未来を切り開きます。この勝利、アーキテクト様のものです。中央本部に到着し、アイレンさん。いいえ、正式建設局のルイペンです。建設局のせっかくの、ソウルカプセル予定され、私たち、アーキテクト、週末の、はい、ええ、
戦場では圧倒的な力こそ正義だ。レイリアル・アーセナルのアンブロシア少将だ。